皆さんこんにちは、のどちゃんののんちゃんです。やっほーということで、これが多分動画投稿されるのが2021年の年末、年明け、年末、OK、年末にこれが投稿されるということなので私的にはね、ちょっと早いんですけど、今年の総まとめと来年の目標を、お話ししたいなと思います。2021年はですね、2020年デビューなんですけど、私はその年に比べるとすごく動きやすかったのかなと思います。イベントだったりとか、あとは何やろ、まあ、Vシネのお仕事だったりとか、あとはその他のテレビのお仕事とか、なんか その私の元々のお仕事から付随したお仕事がたくさんできたのかなって思ってます。で、特に印象に残ったお仕事としては、まあ、やっぱりこう V の作品はもちろんどれもこれもこう思い出がいっぱい詰まってるんですけど、なんかこう2年目だったので、こうなんだろうな、こう私自身のキャラクターに当てはめるっていうよりかは、こうたくさんのなんか別の役柄を与えていただけることが多くて、すごくこう演技の勉強になったというか、どんな感じで演じていったらこういうのが表現できるのかなとかを、その監督さんとかから教わりながら、こういろいろね試行錯誤しながら作品を撮れたのかなと思います。でそれと一緒で V シネはやっぱりこう全く違うんですよね、現場の雰囲気とかやり方とか、あとはこうね、その演技中心のお仕事なので、こうやっぱりセリフを覚えたりだとかっていう私の苦手な部分とかもなんかいろいろ発見できたりとかしてでもすごくね、自分自身のいい経験になったのかなと思います。であとはまあやっぱりテレビのお仕事だったりとか、まあ、その他の YouTube だったり、電子書籍だったりとかね、いろんなこういつも こんなお仕事までさせていただけるんだなっていうのまでさせてもらって、どれもこれもねすごく楽しかったです。特にね、私的に一番印象に残っているのはやっぱりイベントかなと思います。イベントは去年2020年は1回だけ、そして新春イベントさせてもらったんですけど、あとはオンラインイベントとかだけだったんですけど、やっぱり対面で会いに来てくれる、遠くの方から会いに来てくれるこうファンの方っていうのがやっぱりたくさんいるんだなってすごく感じました。2020年の時にしたイベントよりもやっぱり2021年したイベントの方が、あ、これって初めましてだなとか、女の子の子来てくれてるなとか、なんかこう私ってたくさんの人に支えてもらってるんだなっていうのがこうやっぱあって分かるというか、直接お会いして、あ、こんな人に応援してもらってるんだなっていうのが分かって、すごくこう私自身のこう元気にもなったし、これからも頑張ろうってたくさん思いました。ということで来年はですね、まあ、今のお仕事に加えて、まあ、いろんなことに挑戦していきたいなとはもちろん思ってるんですけど、まあ、去年してやっぱ楽しかったなって思うお仕事っていうのはもちろんあるんですけど、まあ、新しいことを始めるってなったら、まあ、とかですかね、どうでしょうかまあ私のね、歌にこう価値があるかどうか分かんないんですけど、まあ、皆さんとなんか新しい部分でつながれるお仕事をまたしたいなと思ってます。まあ、楽しみな、ね、お仕事今頭の中にパッと思い浮かぶだけでも何個かあるので、それを楽しみに皆さん会いに行ってください。まずはね、1月23日にトークイベントございますので、トークイベント初めてやるので、皆さんこうツイキャスみたいなノリでやるんで来てくださいね。ということで、2021年、お世話になったファンの方、スタッフの方、マネージャーさん、お母さん、お父さん、妹、猫って感じで、あ、一番のニュースは猫飼いました。残り1ヶ月で走り込みました。また今度 YouTube で出せたらね、出てもらいたいと思います、うちの愛猫に。ということで、来年もよろしくお願いいたします。2022年も石原のぞみを一緒にわっしょいしてくださいということで、のんちゃんでした。良いお年を。バイバーイ。